さて、今回は2月4日日曜日の新馬戦予想、東京、京都、小倉の3会場で計4レースあるのでよろしくお願いいたします。はい、今日はってことは今日2月3日ってことなんですが、節分ですよね。節分ですね、確かに。あれ、恵方巻きって食べました？いや、まだ、まあ、撮影時まだ夕ご飯の前なので、これから食べようかなとはちょっと思ってます。これから買ってきて。はい、そうですね。オアシスで買ってきて食べようかっていう感じですか？まあ、その通りですね。このままいい感じに食べて、明日ね、はい、明日の馬券につなげていきたいと考えているので。皆さんも恵方巻き今晩は食べて、ぜひ明日、新馬をバシッと当てて、大儲けしてください。ということでですね、東京が2レースあるので東京からよろしくお願いいたします。わかりました。東京まず3レースからですね。そうですね、はい。戦六のダートの新馬戦が組まれてますので、はい、ここから行きましょう。いいなと思う馬が実はそんなにいないんです。中では一番いいかなと思って B プラスが付けられるなと思う馬が、はい、3枠6番アルマジャックですね。はい、これを本命にしたいと思います。はい、どこがいいかっていうと、長めのから追ってるのが良くて、ミホノウッドで82秒9、51秒6、13秒1、1敗で、この段階で最後13秒1かかってたってことは、うん、まだ太め残りだったんですよ。でだから最後止まっちゃったんでしょう。でところが今週同じくミホノウッドで84秒2、53秒4、12秒2と動き、はい、それを馬なり有力で楽々マークしてきたってことは、タイム自体は82秒9から84秒2なんで、はい、ちょっと時計かかったんですけど、うん、追ってる勢いがいっぱいから馬なりなので、はい、これ相当量化して、うん、一番上がり調子のいい状態で、はい、ここに挑める感じがするんですね。はい、なのでただ販路であんまり動いてないので、うん、前につけられるかどうかっていうのはわからないんですが、全体時計としては十分水準に達しているので一応 B プラスはつけられるだろうと。他にこれはっていう馬がいないのでちょっと押し出されるように本命この馬6番ということになります。はい、で相手なんですが、相手に押したい馬も実はそんなにいないんですが、いないんですか？いないんですけれど、割と良いなと思う馬は、はい、穴なんですが、印が全くないんですが、10番ナイトクラウン、はい、でこれも、ね、84秒3から53秒に12秒8強め、はい、でその後助手さんが乗って84秒8、53秒7、12秒0、1敗ということで、結構仕上がってきて、もうすぐレース使うんかと思いきや、はい、まだ乗り続け、はい、今度は野中ジョッキーを乗せて、はい、84秒7、54秒9、13秒2、1敗と、どうもここで一旦調子が下降したっぽいですよね。そうですね、確かにこれ、うん、明らかにこう良かったのがだんだんと悪くなるので、はい、これはレース使えねえだろうって話になって、はい、それでハンドでもう一回軽く流してみたら62秒1の14秒5バッタリっていうレースで、はい、これあかんと思って今週ウッドでもう一回乗ってみたら、はい、84秒4、53秒1、12秒4、1敗と、どうにか最後12秒台で切れてきたので、うん、もうこのままのレース調教ばっかりやってると、もう調教やだよって言って馬が悲鳴上げそうなんでもうレース下ろそうかって言って使ってくるんですね。さあそういう状況で走るかなっていう思いはあるんですけど、はい、ただ調教の量と質は十分に積んでるので、うんうん、まあこの馬が上位に来てもおかしくないと。確かに。でさらに言うとニューイヤーズサンク、はい、いうことですね。はい、ということで初戦からダート戦での狙い目は高いと思うんですね。はい、今日も新馬未勝利ってしばしば使ってダートの未勝利に変えてきたので、デーズサンク楽勝しましたからね。勝ってましたね。なので、まあ、やっぱりダートでこそっていうところはあるので、うん、この馬を一応対抗に置きますが、しかし B まででしょう。おー、 B まで。B までっていうと僕ら世代でいうとちょっとエロい言葉なんですけど、わかんないよね、若者には。今ハテナマークしか出ないので、まあ、知ってる方はまあそれはうちに決めていただいてって感じで。あ、そうですか。僕らはね、青春時代はね、はい、B までっていう表現があってね、はい、なるほど。僕は今すでにずっと走ってる方は本当に知ってるって感じで、すいません、くだらないこと申し上げました。同世代の方でわかる方はぜひコメントかいいねボタンください。でもう一頭B評価5番ライクファーザー、お父さんに似ると北高たる舞みたいな馬になるはずなんで、はい、ダートいいわけですよね。まあ当たり前ですよね。はい、でこの馬が見本で68秒に52秒5、11秒6強めっていう、うん、まあまあの時計を出していて、長め追いは、うん、6波の追いは3本、
かけているんですけれども、はい、まあ、5ハロウィンの動きが実はそれなりにいい。おで6ハロウィンも85秒台なので、はい、もうちょっとって感じはするんだけど、まあ、ラスト11秒の8とか12秒0で切れてるので、はい、しまいは伸びるタイプの馬なんだろうなと、確かにいうふうに思われるので、うん、まあ、B 評価ですが、うん、これも相手の一頭に置いておこうかと思います、うん、はい。そしてと C 評価の馬を2頭、7番リンクスプリエール、はい、これはね、ミホノウッドで追った6ハロウィの65秒7、51秒8、13秒1強めっていう時計が、はい、全体時計が非常にいいんですけど、最後かかったんですよね、うん、で今週は同じく、強めで68秒4、52秒7から12秒2と後半まとめてきて、それで下ろしてくるので調子自体は上がってるので一発っていうのがありえます。でしかもブリンカーつけてここへ挑んでくるってことで、確かに初戦いきなりブリンカーなんでわからないんですよ、変わるかもしれない、うん、確かに。というわけでこれで相手の抑え候補に、あともう一頭11番ハヤブサ金ちゃん、おこっちの方が人気馬なんですけれど、はい、まあ、84秒6から54秒0、12秒3をゴール前仕掛けできっちりマークして、うん、まあ、十分水準の時計を出しておき、しかも中間には販路で52秒9、12秒4いっぱい合わせっていうのをマークしてるので販路も動いてる、うん、ってことになると、まあ別に B に上げてもいいかなって感じではありますよね、うん、確かに。というわけでこのレース6番のアルマジャックを本命に置きますが、はい、相手としては5、7、10、11ですね、うん、まあ、特に5、10、11の3頭に重い印を打っておきたいというふうに思います、まあ、ちょっと低メンバーなんでこの5頭のピックアップにとどめます、はい、以上です。わかりました。では続きまして東京の5レースですね。はい、東京の5レース芝の 1800m ですね。ここはね割といい動きをしている馬が何頭かいるんですが、はい、本命を打ちたいのは14番スーパーバイザー。おー、うん、スーパーバイザーって知ってますか？言葉だけは聞いたことありますけど、うん、カウンセラーとかがいろいろと病んでる人の話を聞いてると、はい、自分まで病んできちゃうんです。でそんな風に病んでしまったカウンセラーが話聞いてくださいよってカウンセリングを持ちかける人をスーパーバイザーって言うんですよまさかのなんか世のカルマを全部背負うみたいな人なんで、はい、相当得度の高いカウンセラーじゃないとできないらしいんですけれども確かに、まあ、そんな世の悩みを全部解決するような立派な馬になれるかどうか。でもまあスーパーバイザーいい名前ですよね、うん、確かに、はい、で、この馬の動きがいいと思うんです。やっぱり長めの7波の追いから81秒8、53秒2、12秒0を馬なり余力高度計だと思います。確かに。そして直前今週はハンドで軽く流して52秒3、12秒4、はい、体勢としては仕上がりました。前にも行けると思います、うん、逃げる可能性もあると思うんですが、うん、前に行ってこの末脚がもう持ってれば十分楽々抜け出してきて、うん、勝ち負けだろうというふうに思います、うん、はい。というわけで、まあ、ルーラーシップなのもいいんですよね。父がルーラーシップってことはちょっと明日馬場が重くなるかもっていう天気予報もあるので、うん、確かに。でもルーラーシップだったら両馬場でも10馬場でも両重兼用で構想する馬が多いので、まあ、そういう意味でも万全ですよね、まあ、B プラス評価でスーパーバイザー本命を打ちたいと思います。相手なんですが、はい、3枠6番の GT パワーですね、はい、最近なんか GT の馬っていい馬多くないですか？なんか結構、ね、勝ち馬じゃないですけども結構放送してるイメージがありますね。なんかいい馬を買って出てくる馬主さんなんですかね、この田畑さんは、はい、よく知らない新しい馬主さんだと思うんですけど、はい、でもなかなか GT の結構走るなっていうのは。走ります。でこの馬もいいですよ。きっとすごっ、やっぱり長めから82秒0、52秒6、11秒8を強め余力でマークし、はい、で直前は82秒1、53秒2、11秒8をいっぱいでビシッと追い込んで、はい、そしてここへ挑んでくると。で長めからの調教4本もう十分でしょ。十分です。確かに。ただ販路での時計がないので、はい、販路使ってないので、うん、まあ、どれぐらい前に行けるかっていうのが若干疑問なので、あ、それで僕は対抗にするんですけれど、うん、まあ、ほぼ動きからするとスーパーバイザーと互角の評価ができる B プラスの対抗、うん、GT パワー、まあ、絶好調坂井流星ジョッキー、確かに頑張れってことで、うん、血統もいいですよね。セレクトセールで2億4000万でしょ、はい、5億1000万ってやつです。4000万の瞳っていう僕らの世代の歌があるんですけれど、一応それ聞いたことありますね。ありますか。ヒロミ豪が歌ってた歌なんですが、まあ、その2億4000万の瞳が
輝くか。そうですね、はい、というわけでこれなかなかいいレースじゃないですか、うん、これいいです。6番の GT パワーとスーパーバイザーの戦い、前に行って抜け出すのがスーパーバイザー、はい、刺して追い込んでくるのが GT パワーということでこの2頭の戦い叩き合いは見どころがあるなと思います。確かに。で相手は4頭全部 B 評価で、1番キングブルーですね、はいはい、ロードカナロア3区なんですが状況それなりに動いてます。それから8番王権シルバーで、王権シルバーもまあまあの動きをしてるのに全く人気がないんですよ。ないですね。ただ牛沢ジョッキーなんで3着を狙わせたら日本一の名ジョッキーですよ。3着狙いに徹する傾向が、ここで仕掛けたら勝つかもしれないけど、はい、大敗するかもしれないっていうタイミングでは絶対に追わず、勝ち馬2頭が抜け出した瞬間猛然と追い込んで3着を取りに来るっていうなぜなんだろう、なぜなのかわからないけど3着取りの名手なので相手としてはこれ怖いので、はい、これだけ動いてればましてニューイヤーズデーさんということなんで、うん、ぜひこれは1票押さえておいてください、うん、2頭から、はい。そして10番ペトルスで、最後、13番バンドジェーヌ、この4頭に B 評価を打って、はい、これを相手候補として置いておきたいと思います、うん、以上6頭ピックアップでよろしくお願いします。わかりました。では続きまして京都の方に移らさせていただきます、はい、京都の5レースです。凄まじいメンバー集まりましたね。いや僕はこのレースをずっと楽しみにしてましたね。遅れてきた両決馬、G1 馬の弟妹ゴロゴロいるっていう伝説の新馬戦と僕は思いたいんですけどね。そうですね、後で振り返った時に、はい、実はこのレースの上位は全部その後未勝利戦プチ切ったみたいなレースになる可能性がありますね。戦力の芝なんですが、やっぱりね両決馬が動いてます。あ、やっぱり動いてます、ね、はい、動いてると思います、うん、でその中でいいなと、特にいいなと思う馬が2頭、はい、本命候補ですね。1頭目は1枠2番グランスカーレット、お母さんがダイワスカーレットですからね、はい、えらい両決馬です、ね、両決馬ですね。で父ロードカナロアっていう、すごいですね、まあ、日本で考えられる最高の血統のうちの1頭じゃないですか確かに。いまいち兄弟が4勝3勝2勝程度で、うん、なんか重賞勝ちまくるとか、はい、G1 取るとかっていう馬が出てきてないんですが、お母さん自体が結構競走馬として頑張ってたんで、はい、そうやって競走馬として実績があるお母さんの子供っていうのが走る馬が出てくるのが遅くなるって結構あるんですね。競走馬の体からもう繁殖牝馬の体に変わるのに数年要するって言われていて、はい、ましてその競走馬として鍛え抜かれて活躍した馬っていうのは、はい、その転換にもうちょっと時間がかかるって言われてるんですよ、うんうんうん、まあそれでいてすでに4勝馬3勝馬3勝馬2勝馬って、はい、まあまあ走る馬を出してきてるので、うん、この辺りで G1 級の馬が出てきてもおかしくないっていう、はい、そういうタイミングなんですね、はい、というわけでグランスカーレット動いてますよ。なかなか何しろシーウッドで80秒3、はい、51秒2、はい、12秒0さすがに叩きいっぱいですけれども、はい、この時計なら十分でしょう。確かに内目を回ってるんですけれども全然問題ないと思います、はい、でこういう時計を出し、でさらには前の週にハンドで52秒5から12秒3をいっぱいでマークしていて、まあどっちもいっぱいいっぱいの時計ではあるけれども十分要件は満たしてるんですよ。でましてお母さんが希代の逃げ馬ダイバスカレットでしたから、確かにこのハンドの動きを見ると明日逃げるのはこの1枠だしね、はい、明日逃げるのはこの馬かもしれません。逃げて押し切りたいというそういうお母さん譲りのレースをしてくるんじゃないかなっていう気がするので、まずこれを本命候補に、そしてそれを追いかけてくる馬なんですが、はい、14番シュガー君、シュガー君お母さんシュガーハートですから、まあ、要するに北三ブラックの下ですよね、うん、そうですね、まあ両決馬じゃないですか。両決馬ですね、はい、というわけで実は北三ブラックだけが目立ってますけど、はい、湘南バッハとかねエブリワンブラックとかね一応オープン馬出てますからね。出てますね。この血統そんなにクズは出ない血統なんで、はい、面白いと思います。そして時計が、シーウッドで81秒3、51秒8、11秒9をいっぱい、はい、でその次の週は助手さんで82秒6、50秒2、11秒8をいっぱい、今週はもういいやって言った販路で52秒に12秒0を馬なり余力、抜群ですよ。やばいですね。完璧に動きました。仕上がりました。この動きを見ると、うん、ひょっとすると枠が外なんで内に切れ込んでいくのは難しいですが、うん、前につけていくとは思うんですよ。逃げられなくもないぐらいの時計は出てるので鼻を叩いていくと北三ブラックの弟だけに、はい、面白いなとは思うんですが、そこはうちでダイワスカーレットとこうが引っ張って逃げはこっちかなって感じがするんですね、枠順的に。確かに。なので2番手の外半馬身後ろから
プレッシャーをかけながら直線いつでもかわすぞっていう武豊ジョッキーが圧力をかけてくる、そんなレースになるんじゃないかなっていう展開がね、うん、予想されるので、はい、この2頭は面白いんじゃないですかね。それ確かに聞いたらすごい面白そうです。というわけで本命はこの2頭に、はい、どっちが本命かって言われても何とも言えないぐらい均等に僕はいいと思います、うん、もうこのどっちも同じぐらいって感じ、まあ、2頭の馬単の裏表が勝負かな、うん、でそこから買う相手が1番、はい、4番、7番、17番の4頭で考えてます。1番の馬クォーター、はい、リッシュですか、はい、もう、82秒0から53秒52秒1っていう時計をマークして、うん、十分水準の時計は出していると。確かに。で4番スターリングアップは、はい、これはねソウルスターリングの子なんですけれど84秒7、54秒7、12秒1で十分の脚力を見せつつ販路で52秒8の12秒6末強、うん、これもね十分水準でこの辺りで B プラスですよね。確かに。なのでシュガー君は A でいいかなと、はい、久しぶりですね。グランカーレットも A 評価に近い B プラス、おおほぼもう A に近いと。 A に近いですね、うん、ということでこの2頭なんですが、まあ、それに次ぐ動きはしてるので、うん、4番スタイリングアップこれ B プラスで7番ブリックワークでこれもオービレールの子で父ブリックス&モルダルっていう、はい、まあ、いい血統の馬なんですが、これもまあまあ動いているので、うん、特にハンドで非常に馬なり余力で52秒4、12秒0を叩き出して、まあ、体勢万全でここへ臨んでくるので、うんうん、ただまあ基本その長めの時計よりはハンドの時計の方がいい、うん、考えると確かにちょっと叩き合いになった時にスタミナ的にどうなんやろうっていうのがあるので、うん、確かに、まあ、評価としては B まで下げますが、まあ、一応これも相手の1投。17番ワールズエンド、これはいいですよ。長めから2本バシッと打って、うん、直前半路で52秒8から12秒3、まあ悪くないですよね。って考えるとこれ B プラス、はい、ということでこのレースでは一応相手としては4番のスターリングアップと17番のワールズエンドを上に取り、うん、あと17抑え、はい、という感じで予想しておきたいと思いますが、はい、本戦は2番と14番の一騎打ち、特に北さんブラックの下14番のシュガー君は A 評価だと思います、はい、久しぶりに出ましたもん、はい、ということで、まあ、京都は終わりということで、ということで、続きまして、最後なんですけど小倉の方に移らさせていただきます、はい、小倉の5レースですね、はい、どんぐりの背比べレース、ね、ちょっと小倉っぽいですかね。小倉っぽいですね。ただその中で1頭を B プラスが受ける馬が1頭いる、はい、10番、うん、ジャスティン・ガルフ、おお、やっぱジャスティンの馬かって感じですよ ね、うん、サイモン・ゼーエかなんかの下なんですが、はい、上に帝王サンドニとかポール・トゥ・ウィンとかまあまあ2勝3勝クラスで頑張ってる馬がいっぱいいるので、はい、血統的には悪くない。確かに。でさすがはジャスティンの馬っていう感じで、うん、エピファネア3区なんですが、はい、芝の2000強いですよね、うん、確かに。で持っていって調教の動きで80秒4、50秒8、11秒4、83秒1、52秒1、11秒8、馬なり余力っていう十分の時計を出しつつ中間にハンドで52秒6、13秒2、馬なり、はい、まあ、これ最後12秒台出してればもっと評価高めていいと思うんですが、確かに、まあ、でも今回の小倉の5レースのメンバーの中では抜けていいですね。ということでこの馬 B プラスかつ本命20丸ということで打ちたいと思います、はい、で相手なんですが1頭は3番ですね、ダノン・ウィルヘルム、はい、やっぱダノンの馬になるんですが、ブリークはつけてここへ挑んでくるんですが、これはね面白いですよ。何が面白いかっていうと、はい、相当前から出来上がってたんですよ。相当前なんですか。うん、で多分ねこれ去年の10月ぐらいにはもうレース使える状態にあったんですね。はい、で既にその段階で長波乱から84秒8、54秒5、12秒6いっぱいっていう時計を出し、うん、そして使おうかなどうかなと思いつつ30日に追ってみたら85秒8、はい、53秒5、12秒7いっぱいと時計かかって遅れたんですよ、合わせた馬に。それで多分少し遅らせたんでしょうね、はい、そして先月ぐらいの先月なんです、そう12月の4日ぐらいにいっぱいに追って84秒6、53秒4、12秒0で首差先着して体勢が整ってきたので使おうかと思ったんですが、が多分頃合いのレースがなかったんでしょう。でそこでもう1回12日にシーウッドからまたいっぱいで追って、はい、84秒1、53秒4、11秒9
叩きいっぱい、はい、これね多分太っちゃって、はい、お前にお前が言うなよって言われそうだけど多分ちょっと太めのポリだったんじゃないかなって気がするんですね、うん、こんだけビシビシいっぱいに折ってるってことは、はい、それでちょっとこの状態もう少し絞ってから使おう、うん、多分考えたんでしょう。で次の17日に84秒3、54秒3、11秒7いっぱいっていうで非常に動いてきたんですね、はい、絞れてきたんでしょう。でそこで今月の24日にシーウッドから7ハロン追いをかけて、はい、82秒4、52秒6、12秒6、はい、叩きいっぱいってことで、はい、もうどんだけ叩いてねやとどんだけいっぱいに折っとんのやっていうツッコミが入りまくるんですが、まあ、どうにか水準に達したので、はい、もう今週は馬なり力で87秒7、うん、53秒5、11秒8で姉妹の感触だけ確かめて、うん、まあまあ最後切れたんでよしっていうことでやっと下ろしてくるんですよ。ようやくゴーサインが出たんでしょう。長いですね。で長かったですね。多分その間には紆余曲折がありなかなか絞れねえよとか買い場食べすぎるだろうとかいろんな問題が起きてたんだろうと思うんですけど、まあ、どうにかどうにか合わせてきたということで面白いですよね。こういう過程からいろんなものが見えてくるので確かに。というわけでまあ一応相手馬の一頭としてはこの馬がいいかなと思います、はい、6番のテオマシュ、テオマシュル、はい、これもですね直前の動きでシーウッドで81秒5、52秒5、12秒1を強め余力で追っていて、で中間には販路で54秒0、12秒3馬なりっていう時計もあるので、うん、はい、販路でも一定の動きを示していて、うん、直前それなりにビシッと追って81秒台をマークしてきてるので体勢は十分整ってると思いますね、うんうん、これなんか B プラスぐらいに評価してもらったなっていう感じがするので、はい、ジャスティックガルフが本命ですが、はい、相手としてはこの3番6番あたり、うん、ついでにまあまあの時計出してる馬を一応言っとくと、はい、1番のトンボ、トンボ、5番のエイジランナー、9番のゴーダンシング全部人気打つで、あと12番デイトゥーリメンバーという4頭は C 評価は打てるな、はい、というわけで評価でいうと10番 B プラス、6番 B プラス、3番はどうかな、過程はすごい面白いんだけど、はい、であと残りのいた4頭を C ぐらいで押さえておこうと思います、うん、以上です。わかりました、はい、では今回、新馬戦久しぶりに4レースほどやってくださったんですけども、推奨レースいつも通り聞いていこうと思うんですけども、推奨レースというよりも、はい、将来を占うレースは京都の5レースでしょう。まあ確実そうですね、メンバー的な、特にこの北サンブラックの弟のシュガー君あたりがどんなレースをしてくれるのか、はい、そうなんですよね。これダイワスカレットのこのグランスカレットも面白いですよ。面白いですね、確かに、はい、というわけで他にもスタイリングアップとかすごい良血のいい馬がずらっと揃ってるっていうレースなので、うん、ぜひこのレースは実際に見ていただいて、まあ別にグリーンチャンネルでもいいので各馬の強さを目で焼き付けていただけるといいかなという気がいたします。わかりました、はい、馬券的にはむしろ東京とかの方が、あ、東京の方が勝負はしやすいかもね、うん、東京の5レースなんかは僕は GT パワーとスーパーバイザーの叩き合いは面白いと思うし、はい、そこから相手4頭を流していただいたらどうかなっていう気がします、はい、まあ、そういう意味では推奨レースは5レースかな。はい、わかりました。以上です。はい、ということで今回は東京、京都、小倉の計4レースの方をやってくださいました、はい、ということでもう新馬戦2月に入りもうちょっとで終わってしまうんですけども、まあ、これから先また先生といろいろお話ししているので、はい、まあ、新馬戦終わったらまた違うコーナーが始まると思うのでぜひとも楽しみにしていただけたら嬉しいです、はい、未勝利戦に初出走で出てくる馬、はい、調教ジャッジはやろうかなと。わからない、だいたい初出走だとどうこれどうすんだよって話になる。明日の初出走馬評価、評価、評価ですね、はい、E プラス B、C っていう評価をお届けしてみようかなとは思っております。あの新馬終わったら。わかりました、はい、ということでそんな感じで、まあ、新馬終わってもコーナーは続きますので気になったよとか参考にするよっていう方がいらっしゃったらぜひもチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。